はい、皆さんこんにちは、こんばんは。つるチャンネルのつるちゃんでございます。今日はですね、ディズニー社の CEO であります、ボブ・アイガーさんがですね、アバター・ウェイ・オブ・ウォーターの、この映画の成功について、言及しておりましたので、今日はそれについてね、いろいろちょっと見ていこうと思います。2023年の、2月8日にですね、開催されたですね、ディズニー社のですね、2023年第一四半期決算発表にてですね、ボブ・アイガー CEO が、アバター・ウェイ・オブ・ウォーターの、成功について、言及したのでですね、それについて今日は見ていこうと思います。で、このボブ・アイガーさんね、前はですね、もうボブ・アイガーさんは、CEO を退いてですね、ボブ・チャペックさんに一回社長をね、行ったんですけれども、またいろいろありまして、またボブ・アイガーさんがまたこの CEO にね、また戻ってきているということに、今なっておりますね。で、このボブ・アイガーさんはですね、このアバター・ウェイ・オブ・ウォーターの、成功について言及して、でその中でですね、カリフォルニアディズニーランドリゾートにおける、アバターの展開について、コメントしているんですよね。ただですね、カリフォルニアディズニーランドなので、カリフォルニアディズニーランドね、あんまりもう場所がないんですよね、土地がないんで、東京ディズニーリゾートと、一体を一緒のような感じの、規模感なんでね、どういうふうにこのアバターを作るのかというような感じもありますから、大体的にアトラクションを作るのかエリアを作るのかは分かりませんけども、ちょっとしたね、イベント展開みたいな形で、やるのかなっていうね、そんな気がしますね。東京ディズニーリゾートもですね、一回このアバターウェイオブウォーターのね、公開を記念してですね、東京ディズニーシーの、ロストリバーデルタのところでね、ちょっとしたフォトスポットであったりとか、あとアバターをイメージしたね、メニューであったりとか、そういったイベントありましたよね。なので、そんな感じでカリフォルニアディズニーも、そういった、イベントをやるのかなっていう、そんな感じですね。まさかでもエリアを作るという可能性もなきにしもあらずと、というような感じでしょうかということですね。最近ね、カリフォルニアディズニーランドもですね、アベンジャーズキャンパスを作ったりとか、スターウォーズのエリアを作ったりとかね、あとはミッキーのね、ランナーウェイレールウェイを作ったりとかしてますので、土地がない中でもですね、結構そういった驚きのエリア展開を結構カリフォルニアディズニーも今頑張ってやっておりますので、もしかしたらこのアバターエリアね、フロリダにしか今ないですけどね、アバターエリア、それをカリフォルニアディズニーに持ってくるという可能性もあるのかななんてね、思ったりしますしね、期待、しちゃいますよね。やっぱりフロリダにね、やっぱ行くまで我々、日本からだとね、やっぱりフロリダって結構遠いので、まだカリフォルニアの方がね、まだやっぱり飛行機1本で行けますから、カリフォルニアにそういうアバターとかできてくれた方がね、フロリダまで行かなくても、アバターね、カリフォルニアでも楽しめますし、スターウォーズエリアもねカリフォルニアありますし、アベンジャーズキャンパスもね、カリフォルニアありますので、そうなってくれると、非常にね、カリフォルニアでも結構こうディズニーパークをこう満喫できるのかなっていうね、フロリダまで行かなくても体験できるアトラクションであったりね、そういうのが、カリフォルニアで楽しめると本当に、いいですよねっていう、感じになってますよね。で、そのあるとあるねアメリカの記者さんがですね、もしねカリフォルニアのそういったカリフォルニアのディズニーランドに、そういうアバターの要素を作るならどんな可能性があるかというね、そんな記事を公開してるんですけども、これはもちろんこの記者のね、記者の方の本当に全部のね想像ですけどね、こういうところに作ったらいいんじゃないかなとか、こういうところにもしかしたら作れるんじゃないかなっていうのをこう言及してるので、この人のねやつを見てみるとですね、カリフォルニアにはですね、カリフォルニアアドベンチャーパークっていうのがあるんですけども、そのカーズエリアがあってですね、カーズランドのアトラクションがあるんですけども、そこを潰してですね、その背後に駐車場があるということで、その駐車場を使うと、もしかしたらエリアが作れるんじゃないかなとかいうのがありますし、それからグリズリーピークですね、カリフォルニアアドベンチャーパークにグリズリーピークのアトラクションがあるんですけども、あそこもですね、全部
変えてしまうとアバターのねそういうロックマウンテンにテーマ変更することも、まあ、可能なんじゃないかなとか、それからさらにはですね、まあ、ソアリンね、カリフォルニアアドベンチャーにソアリンの、まあ、あれですね、アトラクションあるんですけども、まあ、一番最初のアトラクションですかね、ソアリンの中でね。でね、ソアリン自体ももう結構、まあ、古いアトラクションじゃ古いアトラクションなので、まあ、それをやっぱバージョンアップしたのがですね、やっぱりあのフロリダのね、アバターのアトラクションでできたですね、まあ、フライトオブパッセージっていうのがやっぱりそのソアリンのバージョンアップのね、バージョンアップの、うん、アトラクションになってますので、だからそのソアリンね、カリフォルニアディズニーのソアリンをもうそのまあフライトパッセージに変えちゃうとかね、まあ、そういうこともまあ可能性としてもあるのかなっていうね、まあ、感じがしますね。でも結構やっぱソアリンファンもやっぱ多いので、なかなかソアリンをまあ潰すっていうのもなかなかまあ難しいのかなっていうふうに思いますけどもね、まあ、あのでもねフロリダのあのなんていうんですかね、アバターの、まあ、エリア、あれ完全に再現されてますけども、まあ、アバターのエリアを、まあ、完全に再現しなくともですね、なんかまあそのソアリンの建物自体をですね、まあ、ちょっとこうアバターのね、まあ、要塞というか、まあ、アバターの映画に出てきた、まあ、人類のね、まあ、そういう本拠地というかね、そういう、設定にしてですね、まあ、そこからこうまあね、フライトオブパッセージの、ね、アトラクションに乗って、まあ、体験すると、まあ、いったようなね、まあ、そういった、まあ、展開でもいいのかなっていうね、まあ、エリアを完全に作らなくてもその、まあ、建物だけね、その映画館の世界観を作り出して、まあ、そういったアバターのアトラクションにするっていうのもまた、まあ、可能なのかななんて思ったりも、まあ、しております。まあ、そんな感じでですね、まあ、アバターのエリアがでも今後ね、まあ、ボブ・ガイガーさんが言ってるので、まあ、今後何かしらね結構展開していく可能性があると思いますね。まあ、残念ながら、まあ、日本ではですね、まあ、ファンタジースプリングスが控えてますので、まあ、日本のねところにまあアバターエリアができるということはまあないとは思うんですけども、まあ、カリフォルニアディズニーランドとかそうですね、そこら辺にもしかしたら作るのかな、それからまあディズニーランドパリとかですかね、もしかしたら作る可能性もまあなきにしもあらずっていう感じですよね。はい、ということでですね、まあ、今回はその、まあ、アバターの、ねまあ、エリア展開の可能性についてね、まあ、今日話してみました。まあ、僕個人としては本当にカリフォルニアにできてくれた方が本当嬉しいんですけどね、もうスターウォーズエリアもあるし、アベンジャーズキャンパスのエリアもあるし、そしてアバターもあるなんて言ったらね、まあ、とても本当にもうカリフォルニア魅力的な、まあ、パークになりますよね。本当に、まあフロリダまで行かなくても、まあ、楽しめるっていう点についてはですね、まあ、個人的には本当にカリフォルニアに、まあ、できてほしいなっていうね、まあ、そんな気がいたします。はい、ということで、まあ、今回ね、まあ、なかなかこのアバターエリアがどういうふうに展開していくのか、まあ、なかなかこう面白いね、今後将来がね結構楽しみな、まあ、展開、まあ、このボブ・アイガーさんがそういう言及をしておりましたので、まあ、今日はそれについてねお話しさせていただきました。うん、まだまだカリフォルニアディズニーもこれ楽しみでございますといったことでございますね。ということで、まあ、本日もね最後までありがとうございました。ではまたね次回お会いしたいと思います。それでは皆さん、バイバイ、ハブアナイスデー。